いつもご視聴ありがとうございます。今週のアグレット公式アナウンスまとめ動画となります。今回のトピックは以下の通りです。まもなくワールドカップ開催ということで、サッカーファンの人には楽しみな期間になりますね。アグレットでもワールドカップにちなんだイベントが行われます。こちらもなかなか忙しくなりそうですので要チェックです。次に今週のちょっとした新情報コーナーです。そして先週に引き続き今月のゲストクリエイターインタビューになります。今週末登場のパパミルクさん、そして1週目にご紹介できていなかったゲストクリエイターのショーンさんに NFT アパレルのテーマやご自身のことについてインタビューをさせていただきました。最後に今後1週間のスケジュールの確認をしておきます。では最初にワールドカップ開催に合わせたイベントのお知らせです。ワールドカップの期間中、こちらのワールドカップモーメンツコレクションの12種類の靴が特別なスタッシュから出現し、期間内にコンプリートを目指すスタッシュハントのイベントとなります。この12種類の靴、パッと見は出場国のユニフォームをイメージしているのかなと思っていたんですが、実はコレクション名のモーメントの通り、ワールドカップの12の名場面が描かれているということなんですね。よーく見てみると、優勝カップが描かれている靴は開催年度と優勝国、その国のユニフォームのカラーになっているんですね。それからマラドーナの神の手や、南アフリカ大会で一躍有名になったブブゼラなんかも書かれていますね。そして日本のものもありますよ。2010年南アフリカ大会、我らがサムライブルーの背番号18番といえばもうお分かりでしょうか。そう、本田圭佑選手がモチーフになった靴もあります。これすごいですね。それぞれに意味が込められたこれらの靴は、11月19日の土曜日からワールドカップの終了12月18日までサッカーのマークをした特別なスタッシュから出現します。このマーク近くに出てきたらなんかテンション上がりますね。12月20日の22時59分までにコレクションを完成させると、報酬としてアグレットクレートゴールデンブーツがもらえます。丸々1ヶ月あるので長いようにも思えるんですが、12足もありますのでね、自力で集めるにはなかなかハイペースに集めていく必要がありそうです。ただこれは何度かトレジャーハントを経験した方には思い当たると思うんですが、イベント前半では全体的に出現率が低くて結構苦労します。それでみんながブーブー言い始めた頃に途中で一気に出やすくなる、出現率が変わるタイミングがあるようなんですよね。ですので今回もコンプリートだけを狙う方はあまり焦らなくても大丈夫かなとは思います。逆にイベント初期に頑張って靴を見つけて一儲けするのもいいかもしれません。だんだんと寒くなってくる時期ですが、冷えないように気をつけつつ、ワールドカップ期間中も皆さん思い思いにスタッシュハントを楽しんでいきましょう。では次の今週の新情報コーナーに移ります。今週は3つあります。まず1つ目に、ロケーションスニーカーがラウンド4に更新されました。ロケーションスニーカーとはトレジャースタッシュから出てくるスニーカーで、毎回コレクションになっているものですね。この出てくる靴のラインナップが新しい30足に総入れ替えとなり、先日まで出ていたラウンド3の靴は出なくなるというものです。それからアパレルも新しいものが出てくるようですね。こちらも総入れ替えかもしれません。次に2つ目、新しくランダムスタッシュというものが導入されています。これは開けてみるまで何が入っているのかわからないようになっているスタッシュですね。今までですと、このようにスニーカーが出るスタッシュとレギュラーアグレットか、あるいはアパレルが出るスタッシュで表示が違っていたので、入っているものの種類が分かったんですが、新しくできているこちらの表示のスタッシュはその出てくるものの種類がランダムになるということですね。一応公式さんのお知らせツイートでは、全てのスタッシュがワイルドカードスタッシュ、つまりランダムなスタッシュになると言われているんですが、18日午後の時点ではまだ古い表示も残っている感じでした。順次全て切り替わっていくのかなと思われます。次の日に開けてもまた種類ランダムになるんでしょうかね。その方が面白そうですけどね。最後3つ目には、次回発売予定の IRL スニーカーの内容が判明しました。 IRL スニーカーとは実物のスニーカーのことですね。次回はアグレット1ブラックガムということで、オールホワイトの予想が外れました。まあ、前回も白系でしたからね。今度は黒の普段使いしやすそうな靴となりそうです。詳細は近日中に公開予定とのことですので、分かり次第またお伝えしていきます。それでは今回のゲストクリエイターインタビューに移りましょう。今週末のウィークエンドドロップのゲストクリエイター、パパミルクさん、
そして1週目にご紹介できてなかったショーンさんにそれぞれインタビューをさせてもらいました。お二人とも注目の若きクリエイターです。パパミルクさんはカナダ、ショーンさんはイギリスのクリエイターさんで、お名前は見たことがあってもどんな人なのか我々日本人の中ではあまり知らない人の方が多いですよね。ウィークエンドドロップに先駆けてお話を聞かせてもらいましたので、インタビュー形式でお楽しみください。まずは今週のゲストクリエイターパパミルクさんのご紹介です。まずはクリエイターズマンスのセミファイナリストに加えてゲストクリエイターとしてもご選出おめでとうございます。自分のデザインが NFT になるとは本当に素敵ですよね。ゲストクリエイターに選ばれた感想を聞かせてください。ゲストクリエイターに選ばれてとても光栄です。私自身のドロップの機会をもらえるとは思ってもみませんでした。自分よりも優れているかもしれないクリエイターがたくさんいますからね。なのでそれを知った時には超嬉しかったし、さらに5足のシューズが追加できるのは超ワクワクすることでした。 NFT の画像を見ましたがとってもいいですね。タグはカナダのブリティッシュコロンビア州の旗の模様で、形は州そのものなんですね。靴紐は赤と白でカナダの国旗を連想させます。炎の模様もかっこいいですよね。名前もミルクですし、これはまさにパパミルクさん自身を表したものでしょうか。 NFT のコンセプトについて教えてください。私の NFT は私が住んでいるカナダのブリティッシュコロンビアから多くのインスピレーションを受けています。赤と白の色もカナダの国旗の象徴ですね。私が大好きな白い雪や青い空、曲がりくねった川や海岸線、これらのブリティッシュコロンビアの景色を靴のカラーに使っています。炎の模様は私のスケートボードへの愛から来ていて、スケート雑誌スラッシャーの炎に似ていることに気がついたんです。これはアパレルにも期待が高まりますね。NFT の購入特典アパレルを楽しみにしている人に向けて、アパレルがどんな感じなのか紹介してもらえますか。アパレルは2点あって、1つはグラフィックセーターです。ミルクと書かれていて、天使の羽がついたミルクジャグが描かれています。なんかかっこいいし面白いなと思ったんです。もう1つは I love Grannies と書かれた T シャツで、私と他のプレイヤー、特にヤボーイジービズさんかなの間で冗談のように使われています。ということで、黒をベースにしていて一見かっこいいアパレルなんですが、実は結構遊んでるデザインなんですね。この前のシュライムの靴といい、パパミルクさんのデザインは遊び心があっていいですよね。グラニーは日本語で言うとおばあちゃんかな。このアパレルも人気が出そうです。それからこの取材を終えた後になりますが、このスケートボード付きアパレルの画像も公開されてました。スケートボード好きなパパミルクさんにぴったりですし、これいいですね。私はいつも最後は何か宣伝はありますかと聞くんですが、前回のインタビューと同じになってしまいますし、日本のプレイヤーにはまだパパミルクさんのことをよく知らない人も多いので、何か宣伝というよりはご自身のことについてもう少し教えてください。まずはみんな気になってると思うんですが、名前の由来は何ですか。パパミルクという名前は実生活で仲のいい友人たちとの冗談から来ているんです。昔ミルクジャグから直接牛乳を飲んでいたんですよね。この名前はユニークだし、解釈によってはなかなか面白いので、いろいろなところで使っています。以前あなたは17歳だと教えてくれましたが、その若さですでにこんなにデザインの才能を発揮しているのは素晴らしいですね。もともと絵やデザインが得意だったんですか、あるいは専門に勉強をされたんでしょうか。実は今日11月15日に17歳になったんです。ということで、ちょうど取材している日だったんですよね。ハッピーバースデーパパミルク。この1年ちょっとの間、アグレットをプレイし始めるまでは大してアーティストという感じではなかったんです。それまではウェブサイトやポスターの UI やグラフィックをデザインした経験しかありませんでした。最初のデザインから今に至るまでに確実に上達していることがわかると思います。この1年で私はかなり成長したと感じますし、それをとても誇らしく思います。確かに作品を追うごとに細かいところへのこだわりがうまく靴に反映されていってるようにも見えますし、パパミルクさんのユーモラスな面も出てきていますよね。17歳でこれですからね、将来が本当に楽しみです。パパミルクさんがアグレットでもまたそれ以外でもどんどん活躍していってくれることを願っています。間違いなく日本でのファンも増えていくと思います。最後に日本のアグレットプレイヤーに向けてメッセージや宣伝などをお願いします。
ツイッターで多くの日本のプレイヤーが温かく迎えてくださったことや皆さんの応援にとても感謝しています。皆さん本当に親切だったし、私は外国のプレイヤーであっても何かの一員なんだなと実感できます。ありがとうございます。また他のクリエイターとのコラボレーションも大歓迎です。私の技術力の範囲内であればどんなものでも喜んでリクエストに応じます。ツイッターで DM を送ってください。 100% 無料です。ということでパパミルクさんありがとうございました。 Thank you so much パパミルク。パパミルクさんとこの後でご紹介するショーンさんについても SNS のリンクは概要欄に載せています。では次に第1週目のゲストクリエイターであり昨年のクリエイターズマウスの優勝者ショーンさんのご紹介です。まずはクリエイターズマウスのゲストクリエイターとして選出、そして全ての靴の完売おめでとうございます。これまでにもあなたのデザインはゲーム内シューズとしてリリースされてきましたが、今回は NFT として発売されるのは何か特別な思いがありましたか？ありがとうございます。最初のシューズコレクションに続き SB34 のセカンドコレクションと一緒に NFT をリリースすることができ、これ以上のことはないだろうと思います。 100% 特別なものに感じます。このような素晴らしい機会を与えてくれたアグレットにはもちろん、実際に購入してくれたプレイヤーの皆さんにも感謝したいです。私は特にこの道を表現したステッチの部分が大好きです。この NFT のコンセプトや靴に込めた思いを教えてください。この NFT のコンセプトは今の私に至るまでの経緯です。縫い目の部分は私の進歩の月日を表しています。タグには私の年齢にちなんで16という数字が入っています。私は14歳でデザインを始めてから1年半ほどしか経っていない若いデザイナーです。昨年のクリエイターズマウスでは幸運にも優勝することができ、アグレットとコミュニティにはとても感謝しています。これが私のターニングポイントでした。優勝商品として送ってもらった iPad のおかげで SB34 というブランドを立ち上げ発表する機会を得ることができたんです。この靴に込めた靴にまつわる物語や意味を描くという私のビジョンが伝わればいいなと思っています。先日あなたはいくつかの日本を題材にしたデザインを投稿してくれました。たくさんの人があの投稿に反応していましたよね。日本人としてあなたが日本のモチーフを使って美しいデザインをしてくれるのはとても嬉しいことです。日本に興味を持ったきっかけは何ですか？私は数年前から日本文化に夢中です。主に美味しい食べ物が好きなのですが、行事や明るい色彩、音楽、さらには芸術やその物語に至るまで日本文化に魅了されています。先日の NFT のドロップの後、日本の皆さんからたくさんの心温まるメッセージをいただき、とても嬉しかったんです。それが愛と感謝をお返ししようと思ったきっかけです。この素晴らしい文化をさらに研究し、靴をデザインすることで本当の日本の文化に触れて、感謝の気持ちを靴に込めてお見せできればと思いました。ですからそれがうまく伝わったことに驚きを隠せません。日本の文化をデザインに取り入れ、それを日本の皆さんが理解してくれたことを嬉しく思っています。あなたがこれからもどんどん才能を開花させていってくれることを願っています。この美しいデザインを見てすでにファンになった人も多いと思います。日本のアグレットプレイヤーに向けて最後にメッセージや宣伝などをお願いします。シューズや NFT を購入してくださった方、メッセージをくださったり、ツイッターの投稿をリツイートしてくださった方や、日本のコミュニティの皆さんに改めて心から感謝いたします。ツイッターやインスタグラムでは、私のデザインの最新情報をお届けしています。そしてぜひ、アグレットのディスコードサーバーにも参加して話しかけてくださいね。一人でも多くの方とお話ができればと思います。最後にもう一度、アグこと素晴らしいコミュニティに心から感謝します。彼女のアメイジングな人柄で素晴らしいコンテンツを作っているので、必ずチャンネル登録してくださいね。自分で言うと照れますね。 Thank you so much Sean。 Sean さんもありがとうございました。では最後にさらっと今後1週間のスケジュールを確認しておきましょう。11月20日日曜日朝9時からはウィークエンドドロップです。こちらが先ほどご紹介したパパミルクさんデザインの NFT ゲーム内スニーカーの回です。 NFT の価格は180ゴールドアグレット、数量500足となります。 NFT の購入者には特典のアパレルがついてきます。現時点ではこちらはショップで NFT を購入した方への特典で、後からマーケットで購入してももらえませんのでご注意ください。ただ
ただ将来的に発売から数日後に NFT を所有している人への報酬という形に変更が計画されているとのことです。すぐに売ってしまう人もいますから、それよりはその NFT を所有している人にアパレルが届くというのは個人的にはいい変更かなと思っています。11月のゲストクリエイターがデザインした4つの NFT はコレクションとなっています。日本時間で11月30日の22時59分までに完成させると NFT ではありませんがティア1のリワードグッズがもらえます。では次に11月22日火曜日の0時からはクリエイターズドロップです。早くもクリエイターズマウスも後半第3グループの投票となる回です。これまでとルールについては同様で各デザインとも価格は3ゴールドアグレット数量1万です。このセミファイナルに選出された24足の靴もコレクションとなっています。こちらの完成期限も NFT のコレクションと同様です。第1グループでかなり買い込んだ人が買い控えているというのもあったり、日本人プレイヤーにとってはちょっと馴染みがないクリエイターさんだったりということもあるのか、第2グループは第1グループほどは数が出ていないですね。とはいえ週末にはショップから消えてしまうということもあって、一番投票数が少ない靴は逆に一番希少価値が上がるということで、あえてそれを少し多めに仕入れる方も多そうです。まあ、そういういろいろな思惑もあって今後もなかなか決着がつきにくいということも考えられますが、ぜひクリエイターさんたちへの応援ということで投票もしていただけたら嬉しいです。各グループのセミファイナリストにもインタビューさせてもらっていて動画にしていますので、推しクリエイター発掘や投票前の参考にぜひご覧ください。グループの組み分けが発表され次第号外で動画を投稿しています。次に11月24日木曜日0時からはミッドウィークヒート、そして翌週になりますが11月25日金曜日朝8時からはデイブズギャラリーです。毎週金曜日の朝8時から公式のディスコードサーバーで配信されます。いつも通りスケジュールを日付順に並べておきました。こちらはツイッターの固定コメントの方に画像を上げていますので、簡単なものですがよかったら画像を保存してご利用ください。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット週間を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ショーンのアパレルにパパミルクのブロッサムの靴を合わせてみました。これよく似合ってますね。いつかこの2人のコラボ作品なんかも見てみたいところですね。